藤原アンドです。さあ今日はですね、肉水を作りたいと思っております。関西出張に行くたびに肉水を食べるのが、僕の、贅沢なんですけど、最近全然食べれておりません。なかなかそのチャンスがなくて、あ食べたいな、今日も食べれなかった、食べたいな、食べれなかったっていうのが続いてましたので、だったら自分で作ろうということで、今日は肉水を作って嫁ランドさんにも振る舞いたいと思っております。そんなパパが作るランチ肉水でございます。よかったら皆さん最後まで私の飯テロにお付き合いください。編集のあなたもね。チャンネル登録よろしくね。さあそれでは早速作っていきたいと思いますが、まず鍋に 600cc のお水、あ違うか、2人分だから1200、600の600、これをまず沸騰させます。でその間に材料紹介しましょう。こちら九条ネギ、これはたくさんあった方が絶対美味しいです。豆腐、あとはこちらの、牛バラ肉、豚ではありません、はい。まあそもそも肉水って何って、何肉水ってっていう人いらっしゃると思うんですけど、大阪のね吉本新喜劇に昔出てらっしゃってた花木京さんという師匠がですね、二日酔いでもう何も食べたくない、でもなんか腹に入れなきゃなみたいな時に、近くの千歳っていううどん屋さんに行って、肉うどんのうどん抜きを頼まれて、まあ、お店の方がそれを、そのリクエストを答えられた、肉うどんのうどん抜きを作られた、それがスタートでございまして、まあ、関西の芸人ではもうソウルフードになってって、まあ、それを食べれば昔は売れるとか、そんなことを言われておりました。で本当に美味しいので、まあ、その千歳さんの味にはならないと思いますが、見よう見まねでやってみたいというところでございます。本当に美味しいんでね、ぜひ真似してください。味付けは醤油、薄口醤油、みりん、あと塩ぐらいです。あ、お砂糖も使うか、お砂糖もちょっと、ねえねえねえ、肉水卵かけご飯で食べるじゃない、肉水にも卵入れたい、卵かけご飯で食べれない。あ、卵かけご飯で食べなくてもいい、白ご飯でいい。私は肉水の中に入ってる卵をご飯の上に、あ、じゃあそうしようか、了解。私は肉水に入っている卵を卵かけご飯として移動させて食べたいということで、今回は入れます。で、ご飯は普通の白ご飯を用意します。肉水前嫁なんとか食べたのいつ、大阪行った時食べた、食べたけど、子供生まれる前だよ。そうか、だってあそこのお店子供入れないじゃん、シナノ、シナノで食べたいな、嫁ランドは。シナノ、あのごめんなさい、ここ P で潰れそうな、いや潰れてんけど、シナノ。そうなの、シナノはもうなくなった、建物がすごい、ご家族がついでちょっと近くに出されたけど最近。あ、そうなの、わっみたいな建物の店、当時のね、シナノマジみたいな感じの、え、これ営業してんのみたいな感じの建物のお店ってどっち、シナノやね、シナノ、シナノの肉水も美味しい、まあ分かれるんですけどね、千歳の肉水がええか、シナノの肉水がええか言って、両方ともなんばグランド花月近くのうどん屋さんなんですけど。でお出汁を入れますが、まあ、かつおだし昆布だし取るのもいいですけど、めんどくさいので、だしパックまんま切って入れちゃいます。はい、沸騰してきたね。じゃあここにですね、お醤油みりんとかを入れていきましょう。はい、じゃあまずみりんが60、はい、みりんを60です。
醤油を100、醤油100で、お砂糖、お砂糖ちょっと様子見ながらにしようかな。小さじ1とりあえず入れます。で、塩を小さじ半分ぐらい、これでちょっと味見よう。さあ、どんなもんかな。あー、うまー、すでにうまー。ではここにお肉を入れていきたいと思います。牛バラ肉、なんか、いや、わかんないよ、わかんないけど、安い肉入れる方がうまい気がする。これは勝手なこと言うてますけど、たっぷり入れちゃいましょう。で、こっからはしっかりとお肉に火が入って出てきたアクを今度取っていきますね。豆腐を入れます。豆腐もしっかり入ってた方が美味しいです。ちょっと大きめの方がなんかいい感じだと思います。うまそうやな。しかしうまそうやな。なんで今まで肉吸い食べれなかったと思った時、家で作んなかったんだろう。そんなに難しくないよね。難しくないのにね、なんか向こう行って食べるみたいな。なんか串カツ田中とかに行ってもね、肉吸いありますもんね。ついつい頼んで、結構いい感じじゃないですか。肉が出てくる。何やろうな、吸い物の吸いちゃうかな、肉の吸い物、って意味やと思うけどな、吸いは。さあ、OK。では、卵をヨルダンさんのリクエスト通り作りたいと思いますが、割ってドンと入れちゃうと中で卵がぐちゃぐちゃになってお出汁が透明感がなくなっちゃいますので、お玉の上で割ってこっちへ入れるのがいいようです。でもう一個、フジオランド片手で卵割れるのすごいみたいなコメントありがとうございます。来てるかどうかわかんないけど。やらないよね、女の人はね。失敗したらややこしいし、うん、いや、お玉を持ちながらだからさ。あ、片手じゃない。そうそうそう、 OK。 ということで肉吸い完成でございます。 ということで、うまそう。
登録してくれよ。楽しみ。よいい匂いする、ね、うん、ご飯が一杯じゃ足りないかもしれない。足りないかもしれない。すごいたっぷり完成。おいしそう。ちょっと待ってよ。おいしそう。いただきます。完成でございます。こちらが肉水と白ご飯のセット。まあ、卵かけご飯にしてもいいです。うわ、おいしそう。いただきます。これはうまそう。待てない。どうぞ食べて。本出しでもいいと思います。うん、これバーバーがよくくれるのよ、カヤネの出汁パック。うん、おいしい。ね、とんでもおいしい。何にも食べんとただただ見てはんの？お店だともっと味濃いよね。ああ、そうかもね。うん、優しくてちょうどいい。喉乾かないね。うん、最後。うん、興奮してる。確かに店のは喉乾かね。うん、絶対安いお肉の方が美味しいと思う。うん、これ安いお肉なの？うん、アンダースビューです。うん、で、ちょっと、うん、油も多い方がいいと思う、バラの。確かに。それがまたお肉の油が出汁に出て、うんうん、卵を、うん、いるいる、そこの子が一番そこだと思う。真ん中に入れて、そこの、こういう状態ですね。あ、いた。 あ、ちょっと割れちゃった。あー、ちょっと火入りすぎたな。俺も嫁なのさんがちょうどいい。ちょっと割れちゃったね。いや、でもほら、最高よ、最高。いただきます。どうもおいしい。たまらんの、この卵とご飯一緒になったとこにスープを入れるっていうのは。そうなの。うん、ラーメンでもこれよくやっちゃうんだ。うまくできる、うん、十分できるな、家で。うん、関西行って肉吸い食べてみたいっていう人を作った方がいいと思う。うん、そしたら関西行った時他のもの食べれるから。うん、すごい行列できてたりするんだよ。そうそう。でも行列で食べるようなやつじゃないと思うな。うん。え、んで、あれから時間経ったけどまだ何も食べずに見てるの。秋バーバも相当影響受けてるみたいながら作るだろうな。フィオランドに。これお父さんも好きな感じじゃない？あ、かもしれない。うん、お酒飲む人はたまらんと思うよ。うん、なんだろう、酒飲み終わった後にあれ作ってくれって。うんうんうん、うん、なるかもね。食べたことないんじゃないかな。うんうん。でも説明もしやすいでしょ。肉うどんのうどん抜きですって。うんうん。
を黙って食ってる動画、肉吸いよ。水出てきた。これでも、食べたことない人は美味しそうって当然なってると思うんだけど、食べたことある人が辛いと思うわ。思い出すもんね、味知ってるから、ネギは絶対多めにしてね。九条ネギ美味しいね、絶対多めがいいから、すごい、汗だくなってきた。ああ、最高。どうした、ベビタン連れてきたら。最高です、どうした。笑ってる。呼んでた。来いよって。来いよって。飯食うてると来いやんってな。だってベビタン見ると思うんだ。今日はこっちから風が吹いてる。美味しいよこれ。あなたも食べれるようになったらね、作ってあげる。ということで、よかったら皆様もやってみてはいかがでしょうか。関西に行かず関西を楽しんでください、絶対やった方がいいよ。やった方がいいです。あとすごく熱くなるので気をつけてください、で卵は食べる直前に割り入れた方がいいかな。そうそうそう、本当にその人に出す直前にやってあげた方がいい、私のやつすごいちょうどよかった、ありがとうパパ。いいよ。ではまたお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。みんなの子見てニコニコできるちゃんと。ニコ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 。出ないかな。あ、出た。鍋島君食べに行く。